海の中でゆらゆらと揺れる謎の生物。目のような黒い模様に、体には骨のような線が入っています。その姿に SNS 上では、まるで骸骨。不気味かわいい。2017年に沖縄県久米島周辺で見つかったこの生き物、ホヤの一種で、地元のダイバーの間では骸骨パンダホヤと呼ばれていました。いやもう本当に骸骨でパンダだな。ユニークな見た目とネーミングがもうまさにマッチした、とっても面白い生物と、この生物をリクエストされるようなあのダイビングのお客様も多いですね。北海道大学はネット上の情報をもとに2018年から調査を開始、そしてついに昨日、ホヤの新種であることが分かったと発表しました。名付けられた学名はラテン語で骨のとパンダのを意味するクラベリナ推しパンダエです。親しみを持てるような名前になるように、この骸骨パンダホヤの名前をそのままラテン語にしたと。日本国内でも新種がまだまだ見つかる、そんな生き物ですね。変わったホヤ、変なやつがいるなと思ったら、もうそれだけでも私の方に本当にもういつでもなんかご連絡を本当にいただきたくて、